録してもらう人になるには支援を引き出すたった一つの方法。こんにちは、栗原です。今日はですね、この赤坂離宮の近くに来てます。でもここら辺もすごい緑が多くていいですね。私のことを知らない方のため説明しますと、私はメイドインジャパンと呼ばれる日本の素敵なものをですね、世界中に届けることで月々100万円の収入を得ておりまして、その経験を生かして現在は本業の他にもう一本の収入の柱を得て安心した生活を送りたい方に、まずは月々10万、30万、50万の収入を得るためのビジネススクールを経営しております。私はですね、この近くのですね、ホテル大倉で待ち合わせをしております。はい、では今日のお題のですね、協力してもらう人になるには支援を引き出すたった一つの方法ということなんですけれど、この話を知るとですね、あなたもですね、周りの人からどんどん協力をしてもらってお金も入ってきますので、お金の協力とかも得てですね、もうどんどん望む人生を達成したりとか、あとは好きなところに海外旅行行ったりとかですね、自由な生活を送りたいとか、素敵な人に囲まれて楽しい時間をどんどんいっぱい過ごすことができます。で、この話を知らない人ですね、良くて今の現状、悪いとですね、どんどん人も離れていってですね、変な人、借金を取るとかですね、そういう人たちばっかり近づいてきてですね、寂しい、ひもじい思いをします。はい、ではこの方法ということなんですけれど、それはですね、もう与えるということですね。まあ与えるというのは何かと言いますとですね、まあ例えば私よくスーツケース持って歩いてるんですけれど、エレベーターに乗ろうとして困ってたらですね、ちょっとボタンを押してくれたりとか、そんな些細なことでいいです。なぜかと言いますとですね、人間には偏方性の法則とあります。この偏方性の法則というのは何かと言いますと、何か親切にはされたらですね、お返しをしなきゃいけないという考え方なんですね。もともと人間というのは社会的にみんなと協力し合って生きてきてるんですね。やはり協力をして助けてもらうということは、自分の命を1秒1分でも長らえたって嬉しいことなので、それに対して自分はこの人に協力をするっていう本能があります。例えば一番分かりやすいのがデパ地下です。デパ地下というのはデパートの地下にあるお惣菜コーナーですね。美味しいものをこう試食して、試食どうですかって言って、その試食を食べるとでですね、もうその時買うつもりもなかったお惣菜とか買ってしまったことありませんか？お惣菜が美味しいから食べた、買ったって思うかもしれないんですけど、実はそこでですね、見ず知らずの自分にね、美味しいものを届けてくれた、食べさせてくれたということですね、何か返さなきゃいけなきゃいけない。なので、まあこのね、食べたものが美味しかったから買ってあげようという雰囲気になってですね、ちょこっとだから、まあ単原価で言うと数十円ですよね。数十円のですね、試食で1000円とか2000円とかのデパート地下の高いお惣菜が買えてしまうということなんですね。なんでですね、もうこの親切にするというのはですね、親切にすればするほどですね、まあ、人にでも偏方性の報告で返ってきます。まあ、ただこのように言うとですね、誰から何から親切にすればいいかっていう方がいるかもしれないんですけれど、まあ、そうではないですね。やはり親切にして返ってくる人というのもいるんで、奪うでもどんどんね、これ親切されるのは当たり前ね、もうどん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 もっと信じて親切にって奪っていく人がいるんですけれど、まあ、その見分け方についてはですね、また別の時にお話ししますので、まあ、その時に楽しみにしててくださいね。なんでですね、今日の話はですね、この協力される人になるにはって支援を引き出すたった一つの方法ということでですね、お話しました。で、その話はですね、与えるということです。まあ与えると言ってもですね、書いたことではなくてですね、親切にしてあげるとか、まあエレベーターのドアを開けてあげるとか、そのぐらいのことで大丈夫です。では今日も一日楽しくやっていきましょう。それではまた会いましょう。